In this episode of Biohackers Podcast、筋トレ毎日してもいいですか？たった4秒であれをするだけ、グルテンフリーダイエットをやってみた結果。What's up, Biohackers? どうも、たてきです。大人の健康、保健体育をエデュケーションとエンターテインメントを混ぜたエデュテインメント方式で語る番組、Biohackers Podcast Q&A シリーズは本日エピソード7。はい。コーホストにスーパーウーマン、応援プロデューサー、愛の弓と書いて、あゆみ、生ためあゆみさんを迎えて、今日はコーホストを先に言わせていただきます。なぜかというと、昨日は国際女性デーだったので、そうですね。レディーファーストというかね、はい、ホストのバイオハッカーセンタージャパン代表である私、松田たてきがお送りいたします。よろしければ YouTube のチャンネル登録、ポッドキャストを各プラットフォームでお聞きの方は、購読、高評価、サブスクよろしくお願いします。あゆみさんね、ちょっとライブ収録で、先月、前回、前々回あたりから、なんか音声がね、うまくライブで配信できなくて、あゆみさんのセクシーボイスがライブで聞いてくださるリスナーに届かなくて、ちょっと残念なんですけど、はぜひ次回までには改善い。はい、点をなんとかします。おすい届けでまきせれん。ばと。ということで、iPhone ユーザーは Apple Podcast、Android ユーザーは Google Podcast、Spotify、Amazon Music でもチェックよろしくお願いします。前半は、たてきが気になるテーマや話題のトーク、後半は音声メディアを通じてライブ Q&A、 リスナーの方から健康科学関連の質問をたてきにしていただきます。前半の話と全く関係ないことで構いません。以前申し上げました通り、 There is no stupid question AKA ね、バカげた質問してくださいという意味なので、でそのバカげた質問でも何でもいいですよ。その場で答えることができない場合は、他的の宿題となります。はい。で、今日のフォーマットはですね、あゆみさん、多くの方が参加できそうなスタイルでお送りいたします。今まではね、テーマを決めてお話ししていましたが、本日はニュースフラッシュ形式というかね、別に速報でも何でもないんですけど、バイオハッキング、健康科学関連の記事や論文を、はい、現在、たてきの住んでるボストンは朝でございます。モーニングルーティンの一環として、そのまんま 気になるのをピックアップしてね、決して手抜きではないので、バイオハッカーセンタージャパンが気になるトークをするという形でお送りさせていただきます。あゆみさん、ありがとうご私たちもね、こういろんなニュースを今日はいろいろ知れるってことですもんそうね。です、いろいろなニュースを教えるということですすね。ごい楽しみです。よろしくいお願いしやー、おかげさまで8時間睡眠確保できました。来週から全米でサマータイムが始まるのでね、時差が14時間から13時間になりますので、あやみさんにね、日本時間 ちょっと夜にやらせていただいて、それともう一つお知らせがあるんですよ。なんと、ツイッターバイオハッカーセンタージャパンのコミュニティを立ち上げました。たてきは何気にツイッターとフェイスブックにね、ちゃんとブルーチェックの認証マークがついていますので、決して怪しいものではございません。そうですよね、公式マークね、ついてらっしゃいますもんそうね。です、公式マークついてるので変なやつじゃないですよ。 日本にいない、なんかなんだこいつ怪しいなみたいな感じでね、皆さん思ってるかもしれないですけど、まあ、日本ではまだ未上陸のツイッターブルーを始めて、プロフィール写真には自分の NFT をアップしていますので、はい。でも誰も突っ込んでくれなかったので、孤独死寸前だったんですけど、もうせめてバイオハッカーセンタージャパンコミュニティはね、立ち上げましたということで、オープンにしております。どなたでも参加できますので、他的のトップツイートからぜひぜひ参加してね、ポッドキャスト以外にツイッターコミュニティ上でなんかツイートし合ったりとか、メンバー同士の掛け算が生まれればと思ってます。目指すはサイエンスとアートの交差点ってね、はい、とい私うこも早と速で、入らせていただきます。あ、ありがとうございます。それで、現在、立木はですね、試合を控えておりまして、試合を控えてる立木が面白そうなスタディをピックしました。ということで、早速いきましょうかね。はい、気になってる論文というか、見えますかね、あゆみさん。はい、見えてます。ああ、見えてます。はい、じゃあ、まあそういうことで、いろいろ 階級別のスポーツを経験した方なら、なんか柔道とか、レスリングとか、五輪スポーツだったら、あとは、乗馬する方、プロの競馬のレースに出れる、騎手っていうのかな、わかんないけど、騎手。
機種機種もうすいません、はい、殴られすぎて言葉が出てこないんですけど、まあいろいろね、減量とか食事制限中に食欲とかいろいろあるじゃないですか。皆さんそういうことをやってる人は気になると思うんですけど、あゆみさんって筋トレしてます？筋トレ若干ですね。ジムとか行ってます？あ、私のとかは行ってなくて、全然家でジムとか行ってない。腹筋とかやるぐらい。お、家でスクワットとかやるんですか？そうですね。なるほどなるほど。いやーね、YouTube で今、うん、宅トレの動画っていっぱいあるじゃないですか。ああ、へえ。見てやるぐらいですかね。宅トレか、 YouTube で宅トレ、へえ。あ、じゃあそういうのたてき配信した方がいいのかなとかって言って、まあでもいい。ああ、いいんじゃないですか。需要あると思いますよ。本当。自宅でできる。自宅でできる。まあ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 。その最近の研究で全身を使った、まあいわゆるウェイトトレーニング、レジスタンストレーニングと、よく筋トレしてる方たちって部位を分けて鍛えるって聞いたことないですか？うん。聞いたことある。うん、あるよね。筋肉を育てるためにとか、それこそあの、なんですか、コンテストに出る方とかもそう。そうそうそう、コンテストに出る方だし、そうそうそう、ボディービルダーやフィジークの人たちって、月曜日は胸、火曜日は背中、水曜日は下半身みたいな、よくわかんないですけど、トレーニングする部分を分けるのが従来の筋トレの方法なんですけど、この論文に何をやったかっていうと、全身トレーニングした人とアッパーボディ、ローアボディ、上半身だけ、下半身だけトレーニングした人たちを比べて、ビジュアルアナログスケールだからアンケートみたいな感じなのかな。あゆみさん、病院で診察前になんか体のシルエットみたいな図に痛い部分に丸で印つけたりで、なんか痛みの度合いを顔の絵文字で記入するみたいなのやったことないですか？カウンセリングシートみたいな。カウンセリングシートかわかんないけど、まあよくあるじゃないですか。まあそんな感じで食欲のレベルを調査したと。そうですね、これはフルボディはアッパーボディ、ローアボディと比べて乳酸濃度が高く、心拍変動の回復が遅かった。でフルボディ、全身のトレーニングの後は安静時と比較して運動してから60分まで心拍変動が低いままだった。これね、心拍変動っていうのはいわゆる心電図ってあるじゃないですか、はい、心臓のチェックする、それでドックンドックンって心臓がリズムを、ビートを刻んでるんですけど、そのドックンの間にちょっと誤差があるんですよ。ドックントゥクトゥクみたいな感じで、でその誤差があればあるほど循環器系にちょっとストレスがかかってるっていうのがあるんです。それに異常があったらね、それこそそこからはお医者さんが異常があるってなるんですけど、今いろんなウェアラブルでね、そういうのチェックできるんですけど、まあ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 、とりあえず全身トレーニングをした方の方が体にストレスがかかったっていう話なんですよ。でサブジェクティブアペタイトね、自分で食欲感じますっていう報告と、あと乳酸濃度っていうのは無酸素な状態で、いわゆる瞬発系筋トレってまさにそうだよね。無酸素な状態でエネルギーを使用する筋トレをした後は乳酸っていうのは代謝の副産物として出るんだけど、フルボディ全身のトレーニングをした時にネガティブコリレーション、だからやればやるほど食欲が落ちたっていう結果が出てきたっていう。あ、筋トレをやればやるほど。そうそうそう、全身の筋トレ、上半身だけとか下半身だけとかではなくてね。あ、部分筋トレでは。そう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 、だから全身をやる方が乳酸濃度が高くて自律神経の回復が遅かったっていうことなんですよね、まあ、つまり効率よく追い込めてるっていうことなんですよ。筋トレの時間をなかなか確保できなかったり、効率優先のね、リスナーの皆さんはバイオハッカーですからね。全身トレーニング、つまりコンプレックスムーブメントと呼ばれるやつですね。ジムに行って筋トレをするっていうんだったらデッドリフトとか、それこそあゆみさんがタクトレでやってるスクワットですか、まあそれもそうだし、あとクリーンといってね、下にあるバーベルとかをパッてパワーリフターみたいな感じで持ち上げる、うん、その運動を、まあだからその分ストレスがやっぱり体の負担がかかるから、頻度を週2回とか3回にして、縦キの見解だといわゆる上級者というか、あと昔部活やってましたというアクティブな社会人の方は週1でいいから高負荷インターバルをこれにプラスしたら、まあね、うん、いいんじゃないかなって思います。
確かにね、月曜日から例えば日曜日を休みってすると土曜日まで毎日ジム行ってね、で月曜日はどこ火曜日はどこってやって、1日でもそれをミスっていうかやれなかったって日があると、なんかトレーニングのルーティンが崩れるとかありそうですよね。まあだから1日 2,3 時間トレーニングする人っていうのはね、まあもうすでにボディービルの人たちが証明してますよね。よりでかく太くっていう方たちはその部位を分割してトレーニングしてやってるわけだから、とりあえず、変になんか今日は背中だけとか下半身だけとかじゃなくて、毎日じゃなくて例えば月水金とかでトレーニングしてるんだったら、毎回全身のトレーニングを取り入れた方がいいんじゃないか。できない人はまずそれができるように体のね柔軟性とか可動域とかを、仕上げてやった方がいいんじゃないかなっていうお話でしたね。はい、じゃあこれイントロで言ったたった4秒だけでって言ったやつね、これね面白いっすよ。これもう一つ体脂肪減少に関連したものなんですけど、正月太りから今年は痩せると意気込んできたけど、もう3月ですよ皆さん、夏までにでビーチボディを作るために今から頑張らないとと焦ってるリスナーの方にとって朗報ですね。1時間に4秒のスプリントが、スプリントってわかる？要は短距離ダッシュとか瞬発系の動き、うん、が運動不足による食後の脂肪代謝の、まあ、機能、まあ、例えばちょっとその機能が低下してたりするね、運動不足の人とかだったらするじゃないですか。それらを防ぐという研究が発表されましたっていう話。これどういうことかっていうと、4秒間のスプリントの時間、これサマリーなんだけど、これ後でフルで読もうと思うんだけど、さっきパッて見たんだけど、バイクかなんかなのかな、ジムとかにあるじゃないですか、それでやったのかな。 4 seconds 5 per hour で8時間ってことだから、1時間の間、1時間に5回に分けて4秒の瞬発系の運動を8時間やりましたっていうことなんですよ、これって。そう、この瞬発系ってどういうことかっていうと、例えばバーピージャンプとか、なんかジャンピングジャックとか、うん、もう4秒、もうすごい短い。この被験者たちは8時間もう長時間座って仕事している人たちなんですよね。そう、これすごいね。 These data indicate that the hourly very short bouts of maximal intensity cycle sprints interrupting prolonged sitting can significantly lower the next day's postprandial plasma triglyceride。 これすごいね。その日の脂質代謝とか、あと血中の中性脂肪ね、よくメタボって言われてる人たちが、お医者さんがね、血中の中性脂肪が高いから脂っこいもの控えてくださいっていうあれですよ。その血中の中性脂肪がその日だけではなく次の日も、4秒間の瞬発系を1時間に5回に分けて、それを8時間やった人たちにはいい影響があった。 Increase fat oxidation、 運動してる時だけじゃなくてその後もその、そう、その次の日も、そう、そう、まあだからこれすごいよね。60分ですよね、の間に5セットやるわけだから、まあだから12分おき。でも4秒ってスポーツ科学の世界では無酸素になる前だからね、疲れる前なんですよ、うん。まあこれマニアックな人たちはね、クレアチンとかね、そういうサプリメントを取ってる人ならちょっとわかると思うんですけど、まあそれは置いといて、要は8時間座りっぱなしの人たちに、お前ら160秒でいいから死んでこいっていうことですよね。でしかもその160秒ずっとではなくて、4秒5セットを8時間っていう形で分けたそうです。4秒って要はそのバーピーとかって1回ってことですか？4秒だったら、いや1回以上できるでしょ、あゆみさん4秒ごとにってことですね。あ、違う、だから4秒間、じゃあそれこそバーピー何回できるかっていうの、うん、4秒だけってことですよね。うん、4秒、うん、だから多分4回以上できるでしょ。1、2、3、そう。だからこれで示唆されることは、やっぱりマイクロエクササイズはいいことなんですよね。1日を通して常にアクティブでいたりとか、
変にダイエットするからといって毎朝30分とか1時間とかジムに行ってランニングマシンで有酸素運動をやるよりも160秒でねこんなあるんだから。でなおかつさっきのねタデキノが紹介した全身のフルボディワークアウトにしたら、ね、食欲もコントロールできるから、まあこれは生化学的に、うん、説明できるし、マイクロエクササイズやった方がいいですね。タデキがやってるのはもうわざわざやるよりもお家でこうちょっとずつトレーニングした方が、うん、そう、うん、タデキもスタンディングデスクものこの後ろにはねケトルベルがあるんでね、ケトルベルのストロングファーストの、はい、タデキはオフィシャルインストラクターで日本には多分10人いるかいないかくらいだと思うんですけど、ケトルベルをもう時間、ケトルベル知らない、なんかねこうハンドルがあって なんていうのかなダンベルと違って重心が違うんですよ。ダンベルって持って左右に重さがあるじゃないですか。ケトルベルっていうのはケトルってやかんって意味なんだけど、そうそうそう、やかんみたいな感じでこうハンドルを持って重さが下にあってそれをまあこうスイングしたりとかパワー系のエクササイズがあるんですけど、そうで、あと音声メディアでもねすごくなんか皆さん食いついた話で、バイオハッカーの中ではすごい当たり前なんですけどトランポリン、うん、トランポリンをまあ部屋の隅とかに置いて仕事の合間とかにでビョンビョンって飛んだりとか、トランポリンもすごいおすすめで、タデキはあの懸垂あのバーがあるので、うん、懸垂とかやったりとか、そうそういっぱいね瞬発系のトレーニング、まあ、できなくても別にね徐々にやることはできるし、あとは先ほど申し上げました通りジャンピングジャックとかスクワットとか4秒5セット、うん、やってもういいんじゃないですかっていうお話でした。やってみます、やってみます、うん、バーピーやります、バーピーはい、じゃあそしたら あとはねグルテンフリー、うん、グルテンフリーダイエットどうですか。グルテンフリー流行ってます、日本流行ってますよね。結構体にやっぱり気をつけてる方は結構グルテンフリーやってる方多いですよね。ねえ、タデキも小麦全然食べてないんですけど、でもタデキの大好物はサワードブレッドです。サワードって知ってる？サワードブレッド、サワードっていうちょっとね酸味のあるパンで、うん、まあまあまあ、そう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 、バケットとは違うんだよね。ダッチオーブンでそのまんま発酵したのボンって入れてオーブンで焼くからこう大きい丸っこい感じで、それをこうスライスしてうんやるんだけど、タデキはグルテンフリーダイエットに関する面白い研究を3つねピックしたんですけど、最初の研究はそのグルテンフリーダイエットをやってで実際その栄養バランスとか栄養不足とかあったんですかっていうのを実際に調べたものですね。でこの研究はいわゆるセリアック病のセリアックディジーズですね。もう本当に小麦食べると体に不調があるっていう人たちに対してやった話なんですけど、鉄分、カルシウム、マグネシウム、バイタミン D、バイタミン E、バイタミン B 群なのね、さまざまなこういう微量栄養素と呼ばれるやつですかの不足を引き起こすことが分かりましたっていうね。本当にこういう人たちはちょっと調理した鍋とかまな板とかに小麦があっただけでグルテンフリーの料理を準備してで食べただけでも不調になっちゃうっていうすごい敏感な人たちを対象にやったんだけど、でそういう人たちがグルテンフリーの食事をやったらどうなったのかっていうところで、じゃあグルテンフリーやって調子良くなったっていう人たちからしてみればえってなると思うんですけど、これお米の回でも話したけど、やっぱりどの穀物を食べるかっていうのはすごく大切なんですよ。玄米なのか白米なのかっていうのもあったし、あとバイオハッカーの皆さんならもうすでに分かってる通り、水に浸して発芽させて発酵などプロセスに入れて適切に調理された穀物はタデキは個人的にいいと思います。パレオダイエッターの方たちはもう穀物一切取らないですけど、まあ、タデキもどちらかというとパレオ寄りに、現在ね炭水化物の摂取はやっぱり芋類が多いですよね、うん、まあ、でも全粒粉と、うん、そう栄養価の高い小麦製品を全てカットしてしまうとこういう微量栄養素の不足するリスクが高まってしまいますっていうことね。だからグルテンフリーダイエットをする場合はより注意が必要、ね、ただ単にグルテンフリーっていう製品もあるわけじゃないですか。アメリカなんかも溢れてるんですよ GF って書いてあってね、グルテンフリー。
なので気をつけましょうっていう話。今度こっちはグルテンフリー、セリアック病じゃない人たちで調べた研究で、ね、ちなみに女性ね、これもグルテンフリーダイエット実際にその食事の質を悪化させて炎症を引き起こす可能性を高めるかもっていう話なんですけど、これもね被験者がすごく少ないからどうなのかなっていう話なんですけど、これもね食物繊維が不足したりとかビタミン B1B6B12 あと葉酸の摂取量も減ったってね、葉酸なんか特に妊婦にとって必要だからって言ってよくアメリカとかなんかではシリアルとかパンに添加されてあるんですよ。だからそれを食べないってなると葉酸の摂取量が減少したとかってあるかもしれないし、これ面白いのがこの研究でグルテンフリー食によって引き起こされた栄養素のバランスの崩れたことがそのダイエタリーインフラマトリーインデックス、これ日本語でね多分食事性炎症指数って呼ばれるのかな、だからそれが上昇したから炎症を引き起こす可能性が高いんじゃないかっていう話なんですよ。タデキが思うに栄養学とか全く知らない人たちがグルテンフリーって体にいいらしいよって話題になってグルテンフリーの添加物まみれので小麦の代わりにって言って白くてふわふわしたそれこそお米とかで代用されたりとか、グルテンフリーの食品とか製品ってむしろすごくコンデンス、なんていうのかな、あゆみさん、すごい詰まってる。米粉とかってさ、食べたことある米粉のパンとかすごくなんかあのちょっとそうちょっと食べただけですぐお腹に溜まるような感覚ないですかね。なんかタピオカとかそう米粉とかってなんていうのか、そうグルテンってそもそもグルテンがあるからピザ生地とかあとはバゲットとかって膨らむわけじゃないですか。日本のコンビニとかで売られてるのはねいろんなものが入ってて違いますけど、でもとりあえずグルテンフリーの食事を適切に構成していれば絶対問題ないんですよ。ビーガンもそうですよね。必要なものすべて摂取するためにビーガン食もちゃんとタンパク質のバランスとかあの肉とか、ね、魚とか乳製品から取れない栄養素をちゃんと植物から摂取しないとっていうのはあるじゃないですか、だってあゆみさんポテトチップスはビーガンでグルテンフリーですよ。そっか、確かにお芋を揚げてるだけ、ね、お芋を揚げてるからね植物油でね、ビーガンだし、ね、小麦使ってもないですよ。そう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 、だから一応これすごくこの論文は潜在的だと思うし、グルテンフリーを別に否定することじゃないんですよ。けど最近思うのはこういう栄養学を勉強してる人とか食事に気使ってる人たちっていうのはもう大体なんか食べ物とか食べるものとか見たら大体何カロリーでどれくらいのボリュームで、あ、何が不足してるのなんとかだなって、で主婦の方とかもずっと調理してると、あ、なんか彩りがもっと赤入れようとかグリーン入れようとかってなるわけじゃないですか、うん、でもただ単にグルテンフリーダイエットって頭でっかちになってる人たちはこういう栄養バランスの摂取にバランスが悪くなるっていうことが出てるから気をつけましょうっていう話ですね。もう一つ面白いのはこれですね、はい、グルテンフリーダイエットをそもそもなんでやるのっていう理由の中でリーキーガットって聞いたことあります？リーキーガット、私聞いたことないですか。過敏性腸なんだっけ、なんとか群っていうのかな、日本語でわかんないですけど、要は腸に炎症が起こってたりとかして、腸っていうのは中にムコサって言ってジブリに、そうそう出てくる、なんかそうそれがいっぱいあるんですよ。でそこの表面に炎症が起きて、でタイトジャンクションって言って体内に行くところがこう緩んで、本当だったら消化酵素とかに分解されてそっから吸収されるのに、まだその消化とか分解のプロセスをしてないで体内に入っちゃって、それが炎症とかアレルギー反応とかを起こす慢性的な、人が、まあそれも含めてねリーキーガットって言ってるんですけど、これもねすごくバズワードでいろんな人がこううまく利用してるワードですけど、まあとりあえず小麦はその炎症する食品の一つだからそういうの気をつけましょうっていう誰も聞いたことあるんですけど、最近のね、これ前から言われてたんだけど最近の研究でも2021年かこれは再び出てきたんですけど、グルテンフリーダイエットすることで腸の環境が本当にめちゃめちゃ良くなるのかっていうと、ぶっちゃけグルテンよりもフォドマップスと呼ばれる、ここに書いてありますよね、このフォドマップス、そう、ファーメンタブルオリゴディモノサッカライドってね、これはオリゴ糖とか多糖類
とかね、あとは大だから二等物差から一等類とかで、ポリオールっていうね、これはねどういうことかっていうと、よく食物繊維とか発酵食品食べましょうってあゆみさん言われますよね。いいからって言って皆さん食べ過ぎちゃって体内で発酵しすぎちゃうっていうことがあるんですよ、うん、であとなんかお腹が膨らんだりとか、あとおならが止まらないとかっていうね、そう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 。でその低フォドマップって言われるんですけど、もうリンゴとかあと玉ねぎとかニンニクとかはリストにあるんですけど、うん、それがね全部一つ一つそれがおならの原因だっていう言ってるわけじゃないですよ。でもフォドマップって皆さんググってください。そうすると食品のリストが書いてあると思いますね。あとタリキがねバイオハッカーズマガジンでリーキーガットの記事を書いてあるので、それでその先ほどのね IBS、 あこれだわ、これタリキの書いた記事なんで、どういうことが起こるのかっていうのとかも時間ある方は見ていただきたいんですけど、こういう症状がある人たちが不調があるからちょっとグルテン控えようかなって言ってて、グルテンフリーをやるんですけど、まあぶっちゃけグルテンフリーじゃなくてセリアック病とか重度のグルテン不耐症、グルテンをうまく消費できない人じゃない限り、腸の問題を解決するのだったらまずはこのフォドマップ、低フォドマップ食を試しましょうってここでは言ってるんですよ。そのリンゴとか、そうそうそう、玉ねぎとか、そうそうあるんですけど、だからこれね、あんまり日本で多分聞いたこと、聞いたことない日本で、うん、うん、まあね、ここに縦にリンク貼ってあるかな、そうそうそう、うん、まあなのでそうです、それか低いね、低フォドマップってね、FODMP でね、ググってちょっと腸のコンディションを良くしたいっていう方はグルテンフリーよりもこっちの方がいいんじゃないですかっていうお話でした。あとはですね、タテキは今、ファイトキャンプ中で激しくトレーニングして食事もいろいろ管理していろいろやってますけど、何を優先するかっていうと男性ホルモンの数値が下がらない、全体的にはちょっとやっぱ下がっていくんですよ。なぜかって言ってやっぱハードトレーニングとかしてたりとかしますので、これはね何のことかっていうと、男性がダイエットをしたらテストステロン、男性ホルモンの数値がカロリー制限をしたら低下したっていう話なんですよね。そう、うん、そう。でもこれってさ、我々の祖先がさ飢餓や飢饉とかで食べ物が手に入らない時にそんな状況でよっしゃ子孫を残すぞって言って赤ちゃん産もうって思わないじゃないですか。そもそも確かにそうですよね。なんかイメージでやっぱりこうね、たくさん食べてる方の方がね、うん、ね、高そうですよね、イメージですけど。イメージね、たくさん食べてる人の方がね、まあ、でもちょっと太ってる人とかはテストステロン低いんですよ。ああ、そうか、うん、そう、活動的でかつ食べてるみたいな、そうとか、なんか自信ありそうとか。あと今タテキはあゆみさんのような美女と話してるとテストステロンの数値が上がるんですよ、男はこれ本当にあるの。男は普通に女性とちょっと話すだけでテストステロンの数値が上がったりとか、あとは自分の応援してるスポーツチームとかが勝った後とか、うんうん、そうそうそう、いろいろあるんですよそれって。本当にまあまあまあ、とりあえずね、そのカロリー制限をしたメタ分析でね、4198個のね、論文から7個ランダマイズコントロールトライアル、いろんなスタディをこう全部統合してメタ分析っていうんだけどね、でそれで出たところでカロリー制限しすぎると男性ホルモンの数値が下がっちゃうよっていうことで、うん、だからなんていうのかな、男性は逆にねカロリー、まあ、制限をしすぎず例えば運動とかでダイエットした方がいい、だから、うん、まあそうなんだけど、結局そのみんな減量とかってなると極端に摂取カロリー下げたりするんだよね。そうだから、なんていうのかな、だからカロリーで言うと2-300カロリーでいいんですよ本当に、うん、でそれを皆さん1日1日で考えて、だっていつそれがリセットされるんだって話じゃないですか、そもそもね、寝てる間に深夜12時に OK、 はい、じゃあ今日からあなたの摂取カロリー今はゼロです、始まりましたじゃなくて、もう体っていうのはずっと継続的にあるわけだから、それでちょっと体重落としたい人たちはなんか結局負け越しじゃなければいいんですよ。4勝3敗で今週は平均的に摂取カロリー
は消費カロリーを下回ったから、まあ、ちょっと体重が落ちるよねとかって、そういう長期的なアプローチが必要なのに、何週間で何キロ痩せたとかっていうのは本当にね危険なのでよろしくないので、うん、っていう、カロリー制限もほどほどにということで、そう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 。イントロでさっき言ったね、バイオハッカーセンタージャパンのツイッターコミュニティがね立ち上がったんです。でそこでもねツイートしたんですけど、明治大学の宮下教授が、うん、これちょっと面白いバイオハッキング記事ね、海外ですごい話題になってて、開発したやつで、この舐めるとその味を体験できるっていうディスプレイを作ったの、すごいよね。へえ、すごいですね。うん、しかもこれ同じそのね、そのディスプレイでいろんな味を表現できる。そうそうそう、これね、なんかね動画バージョンもあったんで、これツイッターのリンクに貼ってあるんで、ぜひチェックしてください。マジでか、すごいよこれ、プロトタイプで、うん、コマーシャルバージョン would cost about、 これは 100,000 yen、 ね、10万円で売られてるそうです。へえ、味覚ってすごい面白い。だからそのチョコレートとかってやって、その画面をこうブラロって舐めたらチョコレートの味がするって話ですよ。もう不思議ですね。で実際別にそこに味があるわけじゃない。うん、なんかだからこの AI かなんかで味とかその風味とかを記憶させてるのかな、わかんないけど。へえ。いやこれめちゃめちゃ。何が醸し出されてるのか気になりますね。めっちゃ気になるよねこれ。うん、すごい。まあこうね、味覚、そう、味覚ってさすごく注目されてて、例えばがん治療とかで放射線治療とかした人とかがもう味覚がなくなるとか食欲が湧かないとかっていうので。こういうのとか活用できたらいいよね。本当にすごいよね。タイトル見て、 Tasty TV だよ。 Japanese professor creates a flavorful screen。 ねえ、そんなニュースとかに載ってるのかな。ねえ、まあ要はね、バイオハッキングニュースフラッシュということでね、はい、であとこれね面白い記事というか、これも本人が SNS でシェアしてたのでタテキも気になってて、なんかタテキは全然知らないんですけど、ツイッターで話題の塩の人という、うん、塩を摂取しろとかいうご利用しの人がいるらしいです。で天然の塩を含んだね塩水を飲んだりしたらアトピーが治ったりとか血圧が改善されるって言ってるらしくて、でそれってどうなんですかっていう検証しただけど、まあ、タデキからしてみれば、そもそもですよ、あやみさん、ハッシュタグカタカナでバイオハックとかバイオハッキングとかバイオハッカーってやると、ほんとろくな投稿ないんですよ。マジで、そうなんですね、マジで。だからそうで、タデキはそのワノブゼムですからね、もう本当に怪しい人の一人なんで、だから透明性を高くちゃんと名乗って公開して全部で、皆さんサイエンスとアートの交差点を作って面白い掛け算を生み出していきましょう。バイオハッカーセンタージャパン、バイオハッカーサミットね、東京で開催するときには学会エクスポ来てくださいっていう普及活動、普及活動っていうのが宗教っぽくて気持ち悪いけど、はい、認知活動ですね、はい、認知活動、そうそうそう、うん、さすがサイドキックねとやってますけど、まあね、もうこういう人たちがいるから、本当アカデミアの人とか研究者とかお医者さんとかから煙たがられるわけで、でこのね今村さんっていう人はもうラスボスみたいな人です。栄養疫学、この人ねボストンにもいらっしゃって、タリキもレクチャー聞きに行ったり、そう覚えてるかな、もう今ねイギリスのそうケンブリッジでね上級研究員、いろんなその論文を査読したりとかする、もうすごい人ですよ、うん、そうで、そのめちゃめちゃもう研究に専念していただきたい方がわざわざそのね塩をご利用しする人を検証するってね、これもうドラクエで例えるならスライム一匹にイオナズンを唱えるようなね、あすいません、なんかドラクエの話してね、そうそう、今村先生が出る幕じゃないでしょっていう話なんですけど、まあでもねこうやってイメージ見るとね、やっぱりその塩分取りすぎると良くないっていう、なんですか一般的な、そうなんですけど、うん、原因にもいろいろあるんですけど、あこれちなみにタテキがねバイオハッカーズマガジンで水分補給の大切さみたいなタイトルでね書いてあるんですけど、そのミネラルバランスは人によって違うんですよ。で結局塩化ナトリウム、味塩と
いわゆる体にいいとされる海塩とか岩塩って、まあ、確かに海塩とか岩塩っていうのは他のミネラルも含まれてるんですけど、ほとんどが塩化ナトリウムだから、その海塩の塩水飲めば他のミネラルも摂取できるっていうのは違うんですよ。要はその塩にこだわるの、タテキも塩にこだわってますね。もっとこだわるんだったら海塩の中でもマイクロプラスチックとかがなるべく入ってないものとかってね、それはいろいろそういうのを第三者機構のラボとかがテストしたりとかしていろいろありますけど、ここのねバズフィードというところですか、わかんないんですけど、ここの記事に今村先生がその塩の人に対してエビデンスレベルはこうでね、これはどうなんですかっていう詳しくはここでは言わないのでね、興味ある方はツイッターのねバイオハッカーセンタージャパンコミュニティにバンバンリンク貼ったりとか、あとはエピソードがアップロードされるときはショーノートに、はい、本日タリキが話した、番組のリソース根拠すべてショーノートに掲載しておきますので、 biohackerscenter.jp からご参照くださいっていうお話でした。はい、でも本当いろんなやっぱりね健康に関することって説だったりね、うん、がありますもんね。そうね、もういろいろね、いろんなここまでいくと宗教だったりとか皆さんの心情違うから、とりあえず答えはないというねっていう感じで、じゃあ質疑応答の方に移っていきますか。はい。